次に笠井明君。委員長。笠井君。日本共産党の笠井明です。総理は7月1日の閣議決定によって、この自衛隊がかつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加するようなことはこれからも決してないと繰り返し説明をされております。その戦闘というのはどういうことか、総理はこの間の国会答弁で、戦闘すなわち敵を撃破するために大規模な空爆や攻撃を加えたり、敵地に攻め込んでいくというような行為、あるいは爆撃を行ったり陸上部隊を上陸させて戦闘するという行為だと言われておりますが、そういうことでしょうか。安倍内閣総理大臣。まさに、必要最小限度を、超える行為ということで、今、笠井委員が挙げられた行為を例として挙げたものであります。いずれにいたしましても、イラク戦争や湾岸戦争、アフガンのようなですね、武力行使を目的とした戦闘に、明日戦闘に参加することはないということでございます。総理はあくまで我が国の存立、自衛の措置だけと、そして必要最小限度と言われるわけですが、午前中来の答弁でも事態の具体的な状況に即して総合的に判断と、そして必要最小限度ということを繰り返されています。そこで実際にイラク戦争の際はどうだったか。憲法9条がありながら陸海とともに航空自衛隊も派兵されて、多国籍軍支援の空輸活動をやりました。延べで約3600人が派兵をされて、 C-130 輸送機3機、隊員約200人の体制で自衛隊や多国籍軍の兵員物資を輸送したわけであります。パネルをご覧いただきたいんですけれども、ここにありますように防衛省が提出した資料をまとめましたが、これによりますと、イラクにおける航空自衛隊による空輸人員実績については2段階に分かれていますが、航空自衛隊の空輸開始から陸自の撤退までの期間が合計18,422人、そして陸上自衛隊の撤退後から航空自衛隊撤退までが28,057人ということで、総合計で46,479人に上ります。でうち空輸を開始した2004年3月3日から陸上自衛隊が撤退する2006年7月17日までは、米兵など多国籍軍関係者6,679人、これを運んだわけですけれども、陸自の撤退後はバグダッドに航空自衛隊の輸送機が乗り入れして、そして米兵などの多国籍軍関係者が23,556人というふうに、輸送した人員が格段に増えて全体の 84% に達したわけですが、そういう活動を航空自衛隊がやったというのは事実ですね。小野寺防衛大臣。航空自衛隊の派遣部隊でありますが、平成16年3月から平成20年12月までの間、クウェートのアリ・アル・サレム飛行場を拠点としまして、イラク国内のアリ飛行場、バグダッド飛行場、エルブリ飛行場との間で C-130H 輸送機により任務運送ナブエ821回、人員延べ46,479名、貨物延べ672.5トンを輸送いたしました。なお輸送した米兵については、イラク国内において復興支援または治安維持のいずれかの活動に従事していたと認識をしております。いろいろ言いますけれども、戦場に向かう重火器を携行した武装米兵などを含むそういう部隊を人員を輸送する活動を行ったというのは事実であります。などですから、それも入ってます。この活動について米中央軍空軍のノース司令官は、我々の空連合軍には韓国空軍、日本の航空自衛隊、さらに多くの国が含まれる、10カ国の空軍がイラクでのこの戦闘を可能にしているとして、特に航空自衛隊の活動を素早く戦闘に向かわせ、戦闘任務の用意を整えさせる、そういうことで高く称賛をし、
決定的役割を果たしたと米空軍が述べていたわけであります。そこで総理に伺いますが、これまで政府は自衛隊が行くのは現に戦闘行為が行われておらず、活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがない地域、すなわち自衛隊がいる場所が非戦闘地域だから攻撃されることは想定されないと、こう言ってまいりました。それでも航空自衛隊の空輸活動は攻撃の危険にさらされて、 C-130 輸送機が非戦闘地域と当時されたバグダッド空港に駐機中に4発の迫撃砲弾が頭上を飛び交えて航空敷地内に撃ち込まれたりした。2007年6月には危険情報に基づく飛行中止回数が月間最多10回に達して戦場と紙一重の状況がありました。今回の閣議決定で、そういう戦闘地域には行かないなどとしてきた、さっきも通りました担保を取り払うわけですから、そして自衛隊の活動をさらに拡大する、従来戦闘地域と言ってきた場所にも行くことがあると、そうなれば戦場で真っ先に狙われるのは戦闘部隊を支援する兵隊活動、後方支援、まずそれを叩くのが軍事の常識と言われています。戦闘中の米軍などを支援している自衛隊がまず標的になって攻撃の対象になる、そういう危険があるということになりますね。総理いかがですか。総理に伺います。小野寺防衛大臣。総理はどうやねん。事実関係を、航空自衛隊のイラクにおける、空輸活動は、バクダッド飛行場をはじめイラク特措法の実施要領におきまして実施区域として指定された場所は非戦闘地域の要件を満たし、米軍人を含めた多国籍軍の兵士等の C-130 機による輸送はイラク特措法上の人道復興支援活動あるいは安全確保支援活動として行われたものであり、イラク特措法に基づく物品の輸送については実施要領におきまして弾薬を含む武装の輸送を行わないとされておりましたが、輸送対象となる人員が武器を携行することについては、それが常識的な範囲の携行武器であればそれは排除されるものではないと。例えば小銃や拳銃についてはこれは自衛隊もそうですが、自らの身の生命身体を防御するために通常携行するものであります。そういうものを持って輸送する場合についてはこれは今回問題ないということとして対応させていただきました。憲法の範囲内でイラク人道復興支援特措法及び自衛隊法に基づく適切なものだと考えております。またなお今委員の方で航空自衛隊の輸送機がバグダッド空港で攻撃されたというそういう事例は承知をしておりません。晒された委員長。火災明け、私の質問では攻撃されたなんて言ってないんですよ。攻撃に晒されたって話をしてるんだそういう可能性があったって言ったわけでしょ。紙一重の話があったって言ったわけですよ。私総理に伺ったんです。今までのそういう戦闘地域非戦闘地域の枠を取り払うということになって、そして今度はそういうところにも行って活動するというふうになったら真っ先に狙われるんじゃないですかと、攻撃の危険があるんじゃないですかと、このことを聞いたんですよ総理に。総理答えてください。安倍内閣総理大臣。今回行った閣議決定においてはですね、これは憲法との整理の関係におきまして一体化という考え方は取るわけでございますが、今後ですね我が国が行う支援活動については現に戦闘行為を行っている現場では実施しないことで武力行使の一体化の問題は生じないと考えております。仮に状況の変化によって我が国が支援活動を実施している場所が現に戦闘を行っている現場となる場合には直ちに中止中断するといった考え方を基本として法整備を進めていく考えであります。なおこれまでですね非戦闘地域や後方地域での活動に限定されていたのはあくまでも憲法との関係で慎重地していたものであり、自衛隊の安全確保の観点から設けられた制度ではないわけでありまして、いかなる場所で活動する場合であってもですね、これまで同様自衛隊員の安全を確保しつつ行うことは言うまでもないとこのように考えるわけでありまして、これは安全確保とですね憲法論とは別件の問題であると考えております。委員長。火災支援活動をそこでやめるか休止するかあるいは続けるかという問題を私聞いてるんじゃなくて、
これからは自衛隊が現に戦闘行為を行っている現場では今総理が言ったみたいに支援活動をやらないと。たとえ状況が変わって変化しても支援活動をやっている場所が戦闘現場になれば支援活動を休止または中断するというふうに言われるわけですよね。つまり従来は戦闘が行われる場所には行かないというふうに言ってたんだけども、今度は自衛隊が支援活動でいる場所が、いる場所がですよ、現に戦闘行為を行っている現場、戦場になる場合があり得ると、だから休止中止とか中断とか言うんでしょ。そういう場にいることがあり得るってことですね。そこはちょっと確認なんです。安倍内閣総理大臣。今までですね、非戦闘地域ということを指定していた、あるいは今度は戦闘現場ではない地域ということにしたわけでありますが、これは、あくまでも、憲法との関係において一体化するかしないかの判断の中においてですね、こうした今回は整理を行ったわけでございますが、なぜこういう整理を行ったかといえばですね、今までの海外での自衛隊のさまざまな活動経験等をからしてですね、一体化には当たらないとこう考えたわけで、いわば一体化するという範囲が広すぎたと、このような形で考えたとしても、それは一体化にはおそらく一体化には当たらないと、こう判断をしたところでございまして、自衛隊を出す上においては当然安全確保の上から慎重を期さなければならないと、このように考えております。憲法の関係で議論されていると、それが許されるって話ですよね。だから確認したいんですが、閣議決定にこれまでの自衛隊の活動の実経験等を勘案して地域を一律に区切る枠組みをやめて、政府自身が現に戦闘行為を行っている現場を想定しているわけですね。で、これからはだからそういうことが排除できないってことだ。つまり自衛隊が行く場所が戦闘活動は実施しない、もしくは支援活動は実施しない、もしくは支援活動を休止または中断するような現に戦闘行為を行っている現場になることがあると、憲法上はそういうことは許されるあるんだと、だから閣議決定で決めたということですね。その点についてはそこは確認できますね。安倍内閣総理大臣。前のこの非戦闘地域というところにおいてはですね、の概念においては活動を行っている期間を通じてですね、そこが戦闘地域になることはないという考え方でありましたが、今回はそういう考え方ではなくて、で、これについてはですね、果たして今までそれが本当に担保できるかどうかということも含めて議論がなされていたところでございますが、今回はですね、現に戦闘の現場となっていないという概念に変えたわけでありまして、ですからもし戦闘の現場となれば直ちに中止をするということになるわけでございます。中止をするんだけれども、そこにいるわけです、戦闘の現場になればと今総理は言われました。そういう場所に自衛隊が居合わせて中止はします、中断しますが、相手から攻撃されて今度はどうするんですか。小野寺防衛大臣。少なくとも私どもとしてその、輸送その他の任務を与えているわけですが、今お話しした、ようにそこが例えば戦闘を行うような地域になってしまって、そこで十分な活動ができない場合には、これは速やかに引き上げるということが通常考えられることではないでしょうか。速やかに引き上げると、で政府が言う現に戦闘行為を行っている現場では自衛隊が退避すると、速やかに引き上げると言われました。速やかに引き上げたり抵抗しないと、あるいは反撃してこないとなれば、余計相手は敵でしょ、集中的に攻撃されることになるじゃないですか。結局応戦して戦闘に参加することになるんじゃないですか。そうならなかったらどうするんですか。それ否定しますか。防衛大臣。私どもとしては任務というのはあくまでも、輸送その他の支援ということになります。それができないということであれば、速やかに、できない状況に合わせて、対応を取るということでありまして、今委員がお話がされるようなさまざまな想定というのは、少し考えすぎではないかなと思っております。この、ね、閣議決定であなた方が想定してるんですよ。戦闘行為が行われる現場っていうのをあなた方が想定してるんですよ、閣議決定で。そこで自衛隊がそういうところに居合わせるかもしれないと、で行ったときに、それがそういうときに状況変化してなるかもしれないと、でそこに行ったときに
戦闘行為が行われてるんですよ。で、米軍支援してるんですよ。あるいは多国籍軍支援してるんですよ。そういう時にそういう後方支援してる部隊が狙われると。で、退避すると。言うんだったら余計向こうが追っかけてきてやるじゃないかってなってどうすんだわ。そういう話になるんじゃないですかと。想定してるのは私が極端なこと言ってんじゃなくて、閣議決定が、戦闘行為が行われる現場に自衛隊が居合わせると認めたようにあなた方がいることを想定してるんでしょ、総理。安倍内閣総理大臣。そういう可能性というですね、いわば、そこが再び、そこが、戦闘行為の現場になる可能性はあるわけでありますから、だからその時には中止中断をして引き上げる。例えば PKO においてもですね、その場所がですね、で戦闘行為が行われれば中止して中断して引き上げるということが決まっているわけでありまして、そういう中において PKO 活動を行っているということでありまして、そことはこの考え方は同じであります。それとですね、同時にこのいわばあくまでも補給等の後方支援をするわけでありますが、この補給等の後方支援を行う場所はですね、相手は戦闘行為を行っている部隊ではなくて、まさにそれは後方で物資を集結する場所に持っていくということで考えていただければいいのではないかと、こう思うわけでございます。笠井明君。今総理はとにかく戦闘現場にいる可能性があるということを認められた。そしてその時には引き上げると言われたけども、戦闘行為を行ったらそう簡単にね、引き上げられるかどうかって問題になってくるんですよ。で、やられたら応戦するって話になってくるんですよ。まさにそういうことで認めれるんだったら、結果として日本も殺し殺される、戦闘に参加することになるじゃないかと。イラク戦争では、米軍が撤退した2011年までに、主な直接戦闘国、米英、スペイン以外の20カ国がですね、後方支援が中心だったけども、戦闘に巻き込まれて、128人の兵士が犠牲になったんです。そういう道開くっていう重大な問題だということを申し上げたいと思います。もう一つ角度変えて伺います。総理は敵を激化するための大規模な空爆、敵地に攻め込んでいく行為に参加することはこれからも決してないというふうに言われたわけですが、すでに航空自衛隊は米軍などとも共にそういう想定で共同演習訓練を実施してるんじゃないですか。あくまでも、自衛隊は、我が国の領土、領海、領空、国民の生命、財産を守るための、活動をしておりますので、訓練も、当然、そのような内容の訓練ということになると思います。委員長。笠井明君。航空自衛隊は毎年米軍主導のレッドフラッグアラスカと呼ばれるアラスカ州での演習に参加をして、米軍はもとよりオーストラリア、ニュージーランド、韓国などと多国籍軍の軍事訓練を行っている。今年は6月17日から28日まで実施されて、日本からは F-15 戦闘機など4機種310名の隊員が参加しています。この今やってないと言われましたけれども、実際には航空自衛隊が米国などとともに敵地に攻め込んで敵の航空の戦力を破壊撃滅する訓練に参加している。で、ここに飛行と安全というですね、航空安全管理隊が編集をし、航空幕僚幹部が発行する航空自衛隊の部内月刊誌の2012年7月号のコピーがございます。で、この米軍主導のレッドフラッグアラスカに参加した石川県の小松基地所属の F-15 部隊の一等空尉が訓練の模様をリアルに書いた体験記を載せております。この体験記には次のように書かれています。航空自衛隊の F-15 編隊は B-52 の援護戦闘機として果敢に先陣を切って経路を警戒し切り開き、粘り強く戦闘を継続して B-52 を援護し続けているつもりでした。しかし気がつくと B-52 は当の昔に任務を達成して他の編隊とともに帰投してしまっていました。残された航空自衛隊編隊は退却時に他の編隊から支援を受けることができず、不必要な非撃墜を受けてしまいました。もうこうはっきり書いてるんですね。航空自衛隊の F-15 部隊が、米アラスカ州で実施された演習で、米軍の B-52 戦略爆撃機を先陣を切ってエスコートして援護して、敵地に一体になって侵攻して、敵の航空戦力を破壊する訓練を行っている。事実じゃないですか、これ。小野寺防衛大臣。
委員に誤解を受けないように正確に、そういう発言をしていただきたいんですが、私どもとしましては、アラスカで行いますレッドフラッグアラスカというのは、実は航空機の訓練というのは大変広い空域と、それから大変広い、例えば地上が必要になります。日本国内ではそのような場所がありません。ということで、同じような、環境を持つ国がアメリカに行って、訓練をするということであります。航空自衛隊だけではなくて、例えば我が国の防衛をするミサイル防衛のさまざまな部隊も、実は日本国内で発射するそういう広いレンジがありません。それをアメリカのところで活用させていただく、そういうことがございます。またそれぞれ各国航空機が訓練をする場合には、それぞれ の戦技の技術の向上のために行うということであります。そういう前提で全て私ども訓練が行われているということを承知していただければと思います。B52 を F15 が援護してやっている訓練ですよ。で、この問題は私5月30日の外務委員会で正した際に、防衛省の若宮政務官は2つのことを認めております。一つはこの体験機が2009年10月のレッドフラッグアラスカに参加した時のものであること、また航空自衛隊員の実体験に基づくものであること、さらには航空自衛隊の F15 戦闘機と米軍の B52 爆撃機が一つの空域内で訓練を実施したのは事実だということであります。もう一つは、この飛行安全と安全という部内紙は、航空自衛隊員の安全意識の向上と安全知識の向上を図り、事故を未然に防止することを大きな目的としており、航空安全管理隊が編集し、航空幕僚幹部が発行しているものだということであります。そういう部内紙に一等空尉という幹部自衛官の立場にあるものがありもしないことを実体験として書いたとでも言うんですか。それを発行したっていうんですか。自衛隊はそれこそありえないじゃないですか。小野寺防衛大臣。繰り返しになりますが、訓練環境がいいアラスカにおきまして毎年のように訓練を行っておりますし、またその際、技量の向上ということで、さまざまな航空機と一緒になって、行動して訓練をするということ、これは必要なことだと思っております。そして前提はですね、何かそういう、他国への攻撃のための戦闘想定ではなく、あくまでも自国の防衛のための技量の向上ということを私ども、常日頃対応していただいております。笠井明君。防衛大臣は重大なことをやったこと分かってないですよ。総理、さまざまな航空機と一緒に訓練やってるっていうけど、この米軍の B52 爆撃機っていうのは歴代の日本政府自身がこう言ってるんですよ。性能上もっぱら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器、こう防衛庁の長官歴代答弁してきてるんだよ。大変なもんですよ。そういうものを性能上他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるものと一緒にエスコートして自衛隊の F15 がやってて、何がさまざまな航空機と一緒ですか。そういうことやってると体験機にはこう当時の訓練について書いてます。 B52 の爆撃が成功した時点で各編隊が一斉退却する計画を正しく理解できていなかったことと、爆撃成功退却の、コミッションコマンダーのボイス声を聞き取れず起動開始の時期を失してしまったから取り残されて撃たれてしまったという訓練になったんだと。 F15 戦闘機が B52 爆撃機と一体になって敵地空爆をする様子が生々しく書かれております。それだけじゃないんですよ総理。ここに航空幕僚幹部が2011年の3月末に作成した基本ドクトリンというのがあります。航空自衛隊部内向けの文書でありますけれども、これは隊員が任務を遂行するためのに際して準拠すべき事項や考え方を共有するための航空自衛隊の基本文書と位置づけられている。その中にレッドフラッグアラスカで訓練で B52 爆撃機と一体に実施された高性対航空というやり方について、敵の航空戦力をその根拠地周辺で撃破するというふうに書いてあるんです。はっきり書いてあるんです。すでに全隊員が準拠すべき事項に敵の航空戦力をその根拠地周辺で撃破する、敵地空爆を位置づけているというわけであります。航空自衛隊、総理目つぶっていらっしゃいますが、自衛隊の最高指揮監督権を持つ総理はこういう文書があることをご承知になっているでしょうか。総理ご承知になっているか。小野寺防衛大臣。基本的にやはりそれは私も実は今委員からお話を受けましたが、基本的にそれ多分中の、限られた文章であると思いますので。限られたってそんなこと書いてあるんですよ。ちゃんと見てないの。
大臣はよくそういうところまでしっかり見ていただいているなと思っておりますが、しっかり見てますよ。少なくともですね、私どもは、憲法をしっかり守って、そして、私ども、自衛隊は常に日本の、領土領海領空、日本の、日本人の生命財産を守るのが役目であります。そのための技量の向上を常日頃しているということであります。委員長、笠井明君。野党議員、私自身もこういうの読んでちゃんとしっかりやってますよ。研究しても調べてますよ、勉強してますよ。防衛大臣が知らないなんてね、驚くべき話で、それで集団自衛権の議論をやるのかと。総理はご存知ですかということについても知らん顔されていると。こんなことでね、これからの日本の進路あり方、重大なことを決めようか、やっていこうという閣議決定やったと思ったらね、本当にね、背筋が寒くなりますよ。ヘーゲル米国防長官は、7月1日の記者会見で、日本の集団自衛権の決定とガイドラインの見直しは、日本がより能動的に戦略ミサイル防衛、拡散対抗、対海賊作戦、平和維持とともに、広範囲に及ぶ軍事演習に参加することを可能にするだろうと、こう強い期待を表明しました。すでにアラスカで実施している米空軍との共同訓練も、今度は時の政権が新三要件を満たしていると判断すれば、集団自衛権の行使として大っぴらに実践に移せる、そういう訓練やってる、そういうことになるじゃないですか。今とにかく救助でできないとしてきたことをできるとして、殺し殺される戦争で血を流すと、実際に戦地に送られるのは若者であります。こんな海外で戦争する国の大転換を一内閣の憲法解釈で強行するなんていうのは絶対に許されない、このことを強く言いたいと思います。閣議決定の撤回を強く求めて質問を終わります。よし。